いくらなんでも中央情報管理局メインフレームだ。本社の意思とは思えない。自分たちが持っているメインデータバンクだ。そこから情報を改ざんしてしまったら、地上からそれに対する正しい情報が永久になくなることになる。そうなれば一番不利益を被るのはカンパニー自身だ。そうかな。まずこの情報を改ざんすることで起こることは何だ？考えてみろ。例えばジョーちゃんのことを調べていた本社の科学者の連中、ジョーちゃん用の HAZE の064の改造を開発した連中、あいつらはジョーちゃんに関わる情報を集めていただろうな。そいつらがもしこの改ざんされているデータを見ていたとしたら、多分そういった研究系は全てラボ参加であるはずだから、この情報も必要とあれば見ることもできたはずだ。もし奴らに見せないために誰かが真実の情報をいじったとしたら、最も早くジョーちゃんを発見した人間だ。そうでなければ無理だろう。そうだ。そう、このカードがあれば不可能じゃない。実際改ざん後の観覧のログを確かめてみたら、案の定本社の研究所から誰かが見た形跡があった。つまりジョーちゃんを調べていた奴らは改ざんされた嘘の情報をつかまされたってことだ。本社の人間がジョーちゃんの謎を解くことができなかったのもうなずけるさ。まあ詳しいことは全てが分かるまで言えないが、多分レイは何かを知っているのだろうな。ジョーちゃんに関わる最も重要な秘密だからこそ情報を隠した。本社の連中がそのことに二度と気づかないようにな。レイはジョーちゃんの秘密を知っている。多分この世界でただ一人だけ。本社がそれを知ればジョーちゃんの身に災いが降りかかったのだろうから、レイはジョーちゃんを救おうとしたのかもしれんな。そう考えればレイがジョーちゃんをこの島に送ってきたのも説明がつく。ジョーちゃんを守るためだろうな。いや、本社の連中から最も遠く、そして手が届かない場所といったら第2563号島だ。神崎貴弘が所長を務める世界の果ての島。落とし入れるだと？まだそんなこと言ってるのか。ならばなぜレイはあの日お前を連行しなかった？なぜ射殺しなかったんだ？もしかしたらレイとジョーちゃんには何かあるのかもしれないな。ああ、また分かったら知らせる。所長。ここから海戦に潜り込んだ方が楽でちゅからね。
そのおかげで所長に頼まれた仕事は順調に進んでいるでちゅ。それと NIN カードのおかげでちゅね。の移動が始められるでちゅ。目的地は所長が指定した場所で。所長はやはり。ここに残られる気なのでちゅか。なぜでちゅ。リニアちゃんが無事ならば、レイさんも所長を追わないと言っていたと聞いていまちゅ。それなのになぜここに残るのでちゅか。お話は整備のおじさまから聞きました。ピクシーズの最強メンバーすべてを倒したのがレイさんだということも。レイさんと戦うということはカンパニーと戦うということでちゅよ。その上今のレイさんは所長が知っているレイさんではないでちゅ。ピクシーズの最強メンバーを一人で粛清したのでちゅよ。何の力もない所長が今のレイさん相手に何ができるというのでちゅか。ごめんなさい。はい、ずっとお部屋にいますからね。それでもお空は窓から見えますから。朝は空も森も紫に、そして徐々に色を取り戻して、やがて夕方になって全てが赤く染まっていきます。そんな風景を見ていると何もしないままに一日が終わっちゃいますよね。ほら、見てください。雲が光ってますよ。青くて白くて、
眩しくて綺麗で素晴らしいですよね。ほわほわなのにすごく涼しげに光っているみたいですね。一度ならず二度も高弘さんと並んで歩けるなんて、ミニは嬉しいな。突起物はありませんから。でもいいですよ。それでもリニアには贅沢なぐらいですよ。窓が大きいから空がよく見えますね。いつまでもこうして空を見ていたいです。え、いいのですか？
も夜空は黒く見えて、よく見てみるといろいろな色が混ざっていますよね。決まってしまっているのですか。そこには昼の突き抜ける青空があって、真っ赤に染まる夕日の空があって、すべてが紫に浮かび上がる朝の空だってあって、空が持つすべての色がそこにはあって、それを黒と呼ぶのですか？それはとっても素晴らしいことですよ。高弘さんとリニアにとっての夜空の黒というのは、青色で、赤色で、紫色で、たくさんのたくさんの色が混ざっているのですから、確かに他の方から見える空が黒だけだったとしたら残念ですが、でも少なくとも高弘さんとリニアにはそうではないのですよね。リニアと高弘さんが見ている空は同じかもしれないのですね。この子が時を刻むのも多分同じことなのだと思います。たくさんのたくさんの、それこそ無限にある時を時計は一つに刻みます。バラバラになって遠く離れてしまった時たちに出会えるように、もし時が止まっていたとしても、それを望む人がいるのなら、また時を刻み始めます。